おーつ、皆さんいつもコメントとかありがとうございます、今日はですね、まだ一食も食べてないんですけれども、20時前で一人でマック食べながら、この間ね、焼肉の動画の時にコメントに質問くださいって言ったら、質問に答えながら食べたいと思います。注文したのはサムライマックの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフと、これね、と濃厚とろり月見、月見バーガーの新しいと、ポテト L と飲み物 L。 ちょっと少ねえな、思ったより。なんかバーってやりたかったの、少ねえな。じゃあこれを食べながら質問に答えていこうかなと思います。いただきます。質問は、そのメニューのエピソード聞きたい。焼肉のこだわりとか、焼肉動画のですね。だからこれマックか。マックはね、正直僕贅沢な食べ物やと思ってて、なんか小学、地元というか実家にいた時に、なんか日曜の朝にたまにだけ食えるものだったですね。なんか親が、なんかちょっと楽しい銀の玉が出るお店に行きがちなので、その時に朝にそのなんか口止め料じゃないですけど、で行ってたイメージですね。で、中学生ぐらいになって自分でちょっとお小遣いやったりして、で、ちょうど100円マックが始まったぐらいですね。これは良かったね。で、なんか、マックって、そのセットを頼んだら終わりみたいな雰囲気あるじゃないですか。でもね、僕はね、それがね、あまり納得してないんでね、毎回ハンバーグ2つ買うようにします。やっぱセットで終わりの雰囲気がすごい嫌で、だから今日はサムライマックのこいつと月見、月見はデザートです。最近でもマック行ったら絶対こいつっすね、サムライマックのダブル肉厚ビーフ。これめマジうまい。なんかマジの玉ねぎ入ってて、でソースはねめっちゃうまいんですね。いただきます。うん、間違いない。本当にうまいわ。レギュラーになってくれてよかった。一日に一食は絶対美味しいもの食べたいなと思って、まあ、365日でしょ。で、まあ、何歳まで生きるか分かんないけど、そうなってくると、ね、なんか美味しいもの食べられる数が少なくなってくるじゃないですか。で、一日一回絶対美味しいもの食べる。そしたら一番美味しく食べるんですよ。一日に2回美味しいもの食べちゃうと、その2回目の美味しい食べ物が美味しく、その、
普段の美味しさが半減しちゃうと思います。一日一回美味しいもの食べる。これ絶対。一日に二回美味しいもの食べちゃうと、その二回目が薄まるから。そしたら365回年間で絶対美味しいもの食べるじゃないですか。だから一日一回美味しいもの食べる。うまっ。じゃあ続いての質問いきますね。料理する上でこだわってることがあれば教えてください。あのね、僕バイトをずっとやってたんで、厨房で、だから見せ方だけはそのこだわってますね。その盛り付け方でめっちゃ美味しそうに見えるんで、やっぱこう出された時のわーがやっぱいいんですよね。料理の食べ始めたらもう美味しいだけだから、美味しい前提で見せ方映え方はマジで大丈夫。ご飯屋さん行ったりして、その、まあ、盛り付け方をパクっても怒られないから、あとそれ真似するようにしてます。なんかいい居酒屋とかって盛り付け方が特殊だったりするんですよ。お皿の上のスペース広めにとって、そんなにポテトサラダ寄せるみたいなとか、あの刺身とかもね、あえて厚く切ったりして、迫力あるようにして。でちょっとね、なくなるのが嫌ですね。うまいうまい。終わった。そして今まで外食した中で、あの店のあの料理は美味しかったという思い出を聞きたいです。でもあの地元にあるんですけど、地元のね、あの北九州の門司ってとこにあるとんぺいラーメンっていうラーメンがあるんですけど、それはねもうマジで美味しくて、あの薄い豚骨で細麺でね、ネギと玉ねぎちょっと乗ってるぐらいですけど、あれが本当に美味しくて、あの麺がシャーシンぐらい細いんですよ。それがもうマジで美味しくて、ご飯とね、あれ食べたいな。多分料理を聞いてるんでしょうけど、ラーメン結局好きなんで。あと助さんうどんね、地元のご飯美味しいっすよね。なんか上京してから知りましたけど、北九州のご飯が本当に美味しかったよ。あと下関もね、美味しいしね。地元の
ご飯が結構印象的かなって感じですね。なんか東京やったら自分で行けないとことかもなんか変な話、社長とかに連れてもらって、人に連れてってもらったら多分あんま覚えてないのかな。失礼か。あんま覚えてねえな。自分で行けねえ。はい。濃厚とろーり月見ね。わあ。白い。いいね。うまっ。あっ。麺ってこれ。うまっ。なんか、パンの色が違う。見えるかな？あ、黄色だ。うまっ。うまっ。足りない。本当にデザートだ、この辺。一回ね、高校生の時マックでバイトしようと思ったんですけどね、遠くて諦めちゃいました。なんかパンワークみたいなのですごく魅力的なね、高校生歓迎みたいなやつでね。うわ、すげえチーズが。こんなんみんな好きでしょ。飲み物や、こんなもん。うまい。もう食べ終わるから、ちょっと質問もちょっと見ないと。美味しかった お店の話や食べ物にまつわるエピソード。やっぱね、一番最初にバイトしたのは飲食店なんで、そのせいかと思いますね。なんか食べ物好きというか、ファミレスジョイフルっていうのが九州にあるんですけど、そのジョイフルの厨房にずっといたんでね。あ、びっくりした。だからと思います。美味しいなんていいっすよね。あとやっぱね、食べ物を食べれんかった時期あるんで、病気とかじゃなくて、純粋にちょっとお金なくてっていうね、田舎、昔ね、大昔ですけど、そのせいでやっぱね、食べ物に対して人一倍このなんか劣等感という、劣等感っていうか、ここなんて言うんだっけ、なんかあるんですよ、食べ物俺は食べたいっていう。やっぱ食べ物食べれないのが一番不幸というかね、辛いことだと思う。うまい。この残ったチーズでね、ポテト掃除しないと。
全然腹ペコや。足りない。ミスった。さあ、そして。子供の頃の食べ物エピソードね。なんか、うちの、まあ、あんまりほんと、母ちゃんがね、料理せんのんすよ。うちの母親が料理しなくて。一個だけね、チキンカツだけはね、絶対、母ちゃんが作ってたんですよね。あれはうまかったの。玉ねぎと、トマトとお酢でソース作って、あれはうまかったな。家で揚げ物ってなかなかねできないですからね、一人暮らしだと。特に大家族だったんで、ね、5人兄弟なんで。あれうまいな。あとは、おじが大分で、みやびっていう焼肉屋やってるんですけど、おじに会えると肉食えるっていう、なんか、脳みそでした。さあ、そして、旅行やお仕事で行った先の美味しかったものやお店、おすすめのスポット、思い出を絡めて聞けたら嬉しいです。旅行ね。だから大学生の時に卒業旅行を大阪に行ったのが初めての旅行かな、自分で行った。あれだ。沖縄にね、行かせていただいたことあって、旅行でね、これ先輩が全部出してくれたんですけど、時に、読谷村っていうとこがあって、そこに僕の大学の同級生が地元やから住んでて、そこにね、読谷物語っていう沖縄料理があるんですけど、そこがね、群抜いて美味しかったですね。本当に美味しかったな。イカスミスパゲティとか、じゃ刺身がね、うまかったのがすごかったです。沖縄の魚ってなんかそんなイメージなかったんですけど、刺身うまくて。で、その先輩は僕の同級生知らんけど、一緒に飲んでくれて、で、同期やった世良山本ってコンビの山本ちゃんも沖縄いて、で、その先輩は、山本くんが結婚旅行で沖縄行くから、ちょっとこっそり行ってみようぜつって、なんか僕連れてってもらって。で、山本夫婦、先輩、僕、同級生っていうなんか謎の組み合わせでご飯食べて。そんなこともありましたね。どんな感じですか？こんな感じでいいのかな？わかんないけども。皆さん、引き続き、こんな感じの動画もやろうかなと思ってるんで、この動画にコメントお願いします。今、腹何分目かっていう質問があったんですけど、4ですね。なんでだろう。マジ腹減った。全然。足りないというか、もうお腹、この人間としてのお腹すいたなはクリアしてるんですけど、その体がまだ満足してないという。はあ、感じですかね。じゃあ皆さんまた引き続きお願いします。さよなら。